続いて一押し情報です。今週のテーマは私たちの健康を支える保健センターについてです。はい、はい、猫さん、今回ね、保健センターについてね、私たち取材してきましたね。しました。はい、こちら場所は前市役所があったところの隣って言ってわかります。うん、うん、あのアーチ型の玄関が目印ですよね。ね、市役所はなくなっちゃったけれど、うん、保健センターはずっとあそこにありますね。そうですね。はい。 でここはね赤ちゃんから高齢者までの市民の健康をサポートするそその拠点とななっておりますすうなんですよ、はい、病気の予防のためにそれぞれの年齢や妊娠出産子育てに合わせた各種検診や予防接種それに健康相談も行っているんでですすよねねそうですねお子さんがいる方は多分お子さんができて母子手帳をもらうきにね必ずここを訪問するして。 それからね結構長くお付き合いしていく感じじゃないですかそうですよね子供が小さい頃なんかはよく行きましたけど、ね、生まれてからの検診もありますしね、うん、そうなんですよでこちらはね将来にわたる健や医療計画に関することや救急医療に関することとあと献血の事業についてもね推進をなどを行っている場所になります結構いろいろやってるんですよね。びっくりししちゃいました本当あの 子供を産んだ時とかぐらいしかね足を運ぶことなかったんですけどそう, <laughs> そうなんですよだから今回はまあそのたくさんの授業の中から <laughs>、はい、特に4月に特化した内容でお届けしようかなと思ってますはいまずはその母子健康授業、はい、赤ちゃんができたらおうしてち手帳 <laughs> も,もらいに行きますよねうして子手帳もらいに行って、はい、でそっからなんですけれども、はい、まあそれで 今までっていうのはあのそうやって母子手帳をもらったりいろいろ相談があったりっていうのをやってたわけじゃないですか。はい、だけれどもそれにさらに加わったのが今年の2月1日から経済的支援として吉川市出産子育て応援事業っていうのがスタートしてるんですよ給付金も出るってことですねそういうことなんです、はい、これ例えば 妊娠しましたっていう届け出に行くと面談をして、はいはい、でそこで出出産応援給付金っていうのが5万円出る<う>国の事業ですしねそうなんですよね。はい、なので、まえー、これからお母さんになる方は是非、えー、調べてもらいたいんですけれども伴走型支援事業っていう伴走型ですよ。す一緒に いろいろやってくれる。ここ、うん、すごい。はい、核家族になってね、やっぱり妊娠した時から不安ってね、うん、あると思うんですけど。そういうこともね、あの相談乗っていただいたり、やっぱりお話をね、聞いてもらうだけでもね、安心できますしね。そう,ねうん、そうなんですよ。二人目とかね、三人目のお子さんでも、もちろんね、うん、あの。 ご相談し,していただいて、うん、やっぱその時その時の不安っていうのはねありますしね。違いますからね。ね,ねなんかお話聞いてたらなんか猫さん子猫ちゃんの時お世話になったそう保健師さんと保険士さんと久しぶりに会うことができました。ね、そうその保健師さんにはあの乳児家庭前後訪問、はい、あれで自宅に来てもらったことがあるんですよ。 その時から行っていたところに、はい、さらに経済的支援が加わったということなんですよ、ね、だからあの、ご子手帳をもらった時だけでなく生まれた後も給付金があるということで、うん、あそうなんです、はい、これは、えっと、子育て応援給付金っていうやつが子供一1人当たり5万円出るっていうことになっているんですって、はいまあ、もちろん面談する必要っていうのがあるんですけれども、はいまあ、それはですね あの吉川市に住んでいてこの赤ちゃんが生まれるっていう母子手帳の段階からちゃんと順を追って保健センターに関わっていくとそれぞれ、えー、書類をもらえたりとかいろいろお通知が来たりとかしますんでね、はい、もちろんねあの、まあ、給付金も大事ですけれどねあのお母さんの体のこととかやっぱり赤ちゃんのこととかを相談して、うん、それにねやっぱりあの相談に乗ってもらうっていうのが本来の、ね、目的としての。 母子保険事業ということですので、うん、あの詳しいあの対象となる方とかあと今後の,その温かいサポートについては、ね、直接あの保健センターの方に、ね、お,話お問い合わせしていただいた方が、ね、ちょっと私たちはずいぶん出産から離れてますからね世の中変わっていますので。 伴走型その、えー、支援はまずは対象となる方は令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦さん、あと出産経験の方というふうにまあ条件がありますので、はい、はい、それも先ほど申し上げたように合わせて保健センターへお問い合わせください。はい、あと他に4月からどんな予定があるんですか？献血ああ、献血ね、<う>今足りないんですよね。ね、そうで吉川市では年3回実施を えー、実施計画があるんですけれども、はい、一番近いのが4月の17日月曜日吉川市役所で行われるものです、はい、で、これがね青年会議所が主催で行う献血なんですってなんかねいろいろその開催方法もねあの、うん、あるということで今回はあの青年会議所さんがメインとなって、はい、日程とか場所とかを計画したの、うん、こちらの保険センターの担当の方が赤十字と 予定を合わせて、はい、献血者をね、手配するようなお手伝いもされているということですね。そうなんですよね。吉川市、この吉川市役所で行う献血、結構あの参加者がいるそうですよ。そうですね。ぜひね、皆さん、あの、平日ですので、ね、お時間難しいかと思いますが、あの、ぜひね、ご協力ね、していただけると嬉しいなっていう思いますね。そうですね。はい。あと、毎年行われている。 新年度の健康診断というのもね、うん、また<う>例年通りスタートするんですけれどもこちらの方はあは広報吉川4月号に毎回予約のはがきや、えー、予定表の日程などを載、ねえー、るということで必ずそちらの方を、ね、ご確認いいいたただきたいと思いますねそうです、ね、もう基本的な検診もそうだしがん検診もそうだし、うんはい、またそういう通知があるとあ受けてみようかなって気にもなりますよね。ぜひねあの、うん 積極的にいい予約をね、はい、お願いしたいいと思いまだ市民の健康のための検診を保健センターがやってくれるわけじゃないですか、はい、でこの年に1回の検診っていうものもそうそうばかにはできなくって、はい、血液検査とか尿検査から分かる目に見えないその自分の体の状態 はい、すごいんですよ分かるんですってこれだけでね本当にね1年に1回ちょっと面倒くさがらずねやっぱやることがあの大切だなってことをねあの本当お話しくださってそうですね確かにねって2人でうなずいて帰ってきましたよね、うん、そうそうなんです <laughs>、うん、今までねあんまり健康診断受けてなかったけどちょっと反省しましたね,本当ですねやろうと思いました、はいでまあ、そうやって健康診断を受けるとじゃその結果を受けて保健師さんですとか栄養士さんですとかあん 市民の皆さんをサポートしてくれることにもなりますし、ね、健康を守るのが保健生徒の役割とおっしゃってました、はい、もう本当頼りにしてますありがとうございますって感じですよね,ですねそうあと最後にですねあの4月に小学校に入学される予定のお母さんあの予防接種終わってますか2回目のマシン風疹の予防接種がね3月31日までなのでね忘れずにもう一度あのお子さんの体調を見て 受けていただけるようお願いいたしますとのことでしたそう,そうですよこれは期間内にお願いします受けすびれちゃうと来年度は実品になっちゃいますよはい。ということで詳しいお問い合わせは健康増進課までお願いします吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金の生図今週はナンシーと私猫でお送りしました来週もお楽しみに